徳島を代表する畜産ブランドの一つ、阿波おどり。今日は阿波おどりの美味しさに迫るため、徳島県畜産研究会やってきました。生後3週目に入った阿波おどりのひなです。元気に餌を食べていますね。阿波おどりはここ畜産研究科で生み出された高級肉用鶏で、適度な赤身を帯び、身が締まって程よい歯ごたえがあり、脂肪が少ない肉が特徴。また甘みとコクを兼ね揃えています。成長具合を確かめるため定期的な体重測定をしています。阿波おどりは平成13年に全国で初めて地鶏肉特定ジャスの認定を受けました。血統、飼育密度、飼育日数などに厳しい条件が定められ、クリアしたものだけが阿波おどりとなります。こちらは生後7週目、ずいぶん鶏らしくなっていますね。そしてこれが12週目を迎えた阿波おどり、出荷直前です。すだちくん、阿波おどりを抱いてみました。この名前はピンと伸びた特徴的な尾羽と、徳島が世界に誇る文化阿波おどりにちなんでいます。阿波おどりは徳島県畜産研究科で系統造成したシャモのオスにブロイラー系有料肉鶏を掛け合わせたもの。こちらは阿波おどりの親鳥の元となるシャモです。阿波おどりは地鶏肉としては日本一の生産量を誇り、年間200万羽が生産されています。徳島県畜産研究科では阿波おどりの生産量や品質向上のため、さまざまな試験研究をしています。そのうちの一つ、肉質検査。肉の切断に必要な力を機械で測り、阿波おどり独特のしっかりとした歯ごたえがあるかを確認しています。こちらは色の検査。切り身にした肉を機械にセットし、阿波おどりの色合いを測定しています。徳島県畜産研究科は阿波おどりの親鳥の元になるシャモの改良維持や原始栄養種卵を供給するなど、良質な阿波おどりを継続して生産するための重要な施設です。いよいよ出荷です。すだちくん、阿波おどりをお見送り。その後、阿波おどりは食系処理場を経て小売店へと届きます。徳島県内には阿波おどりの肉の特徴を生かした調理で美味しさを引き立てる阿波おどり指定料理店が数多くあります。旨味成分が多くコクのある阿波おどりは、焼き鳥はもちろん、唐揚げや鍋物からフランス料理まで幅広くマッチ。すだちくんも阿波おどりをいただきました。一度味わうとやめられないこの美味しさ、徳島の阿波おどり、皆さんもぜひご賞味ください。